宝神社は、伊勢神宮高大神宮の拙者。内宮の拙者27社のうち、第17位である。おとなし3登録に鎮座し、五国宝上の守護神を祀る。三重県伊勢市二見町港あざみ王神九百九十二に鎮座する。山と姫命が定めた神社である。社名は入江に由来し、入江を巻いて、松が林立する光景から地域では、 牧江の明神と呼ばれている。この名称は、漢文拙者最高記や、神山群神社三景記に記されており、江戸時代には、ある程度認知されていたと考えられる。ただし、高神社と牧江の明神が同所であるという確証はない。社地の面積は1,140平方メートル。古代の社地は一丁、長さ4尺、広さ5尺、高さ6尺の社殿を有した。祭神は、 長口命命、大年細命、羽かのお玉命。三柱とも地域の土地神であり、五国宝城の神であるとされる。長口命命は、元伊勢の祭人にもなっている女神であり、別名を、甲野姫と言い,い、弁祭天と同じ神である。甲大神宮儀式長によれば、天守は後女命の子であるという。お塩浜から船で伊豆の入り江に到着した、山姫命は、 サミツ命に出迎えられ、神社を定めたという。神宮の切末者では、山和姫命を出迎えた神を祭神とする神社が多いが、皇神社に祀られている御柱にサミツ命は、含まれていない。山和姫命のきによると、水人天皇25年に、山和姫命は、片田神社を定めた後、伊津川の入江でサミツ命に会い、地名を尋ね、 後者を定めたと記している。その後、研究3年の、後大神宮年中行事に、後神社宿片田神社宿当初役の文字が見られるが、大敗を余儀なくされる。漢文3年10月11日に再考された。再考地については、三金木清次家が、本来の社地は、後時で、大敗の際に、江村のうぶすながみへ移転したのではないかという説を、唱え、疑義を表明した。また、 二見町氏は、高神社が、明治以前は、八王子社と呼ばれ、祭神を、宇治神助三戸彦命としていたと記している。1913年12月に建て替えられ、1977年9月21日にも、作り替えを行われた。三節祭、記念祭、新稲目祭、臨時方平祭の際には、神宮から神職らが訪れ、社頭で祭祀を取り行う。 1979年に行われた立木調査によると、伊勢湾台風によって多くの倒木があったが、調査時点で災害を免れた数本のクスノキと黒松が治療していた。その他、倒木跡地に自生した常緑紅葉樹や植え直された杉木山五樹が車窓を構成していた。伊勢目おといはふれあい水族館、シーパラダイス前から二見町港の集落に入り、 その二種外れに鎮座する。社殿の北側に山が南側に田がある。ありがとうございます。